それでは予選最後の自己紹介をさせてください。はい、あなたの夢で待ち合わせ、谷オレンジ担当、夢こと神崎夢です。はい、歌もダンスも企画外、ひたすらあなたに元気を届けます。ベビーピンク担当、桃瀬こと桃瀬セイナです。はい、今日もマイクが重い、汗汗、ニャンニャンブルー担当、あられてんことひなあられです。よろしくお願いします。はい、気が強そうと言われますが、かなりお豆腐メンタルです。ではリーダー頑張ります。チェリーレッド担当、山下真由です。はい、かわいいとキャッチーな曲でみんなで楽しむことをコンセプトにしてます。私たち凱旋です。よろしくお願いします。はい、今日は皆さん、私たちのラストライブ、足を運んでくださり本当にありがとうございます。ありがとうございます。この後は、みんなですごい踊って楽しい曲が続くので、後半も一緒に盛り上がっていきましょう。みんないっぱいいいねください。拡散テレパシI'm gonna make you mine.
ありがとうございます。ありがとうございます。いやー最後だって、今日が最後ですね。最後だね。時間ある？あんまりない。でも出てくるときさ、やめとけ。なんかさ、なんかやめろ、それはやめろ。なんか涙、なんか流してたんだよ。それはダメだよ。そういうキャラじゃないの。内緒、内緒、内緒、内緒です。だってさ、今やった曲はもう最後なんだよ。ね、最後なんだよ。最後だね。MC が、MC が下手になっちゃった。ずっと告知しかしなかったもんね。そう、告知めっちゃできるようになった。あ、じゃあ告知しとく。あー、なんか告知、この後、特典会があります。遊びに来てください。早いぐらい、めちゃめちゃ早い。なんか言っちゃった。なんてところが見張ってた。本当に MC 下手になったね。下手になっちゃった。びっくりするぐらい下手になったね。ちょっと恥ずかしい、帰りたい。もういいよ、帰ってた。やだ、やだ、せっかく可愛い髪型したのに。いや最後だって、本当に。どうしよう、何喋ろう。なんか早いです ね、あとまだ1週間あるとか思ってたんですけど、なんか気づいたらもう終わってました。でもなんか私だけかもしれないけど、なんかさ、またさ、みんなになんかこうやってさ会えるって思っちゃってるんだけど、どう思う？会える気がする、道端とかで。あ、え、まだあるみたいな。え、でもさ、うちらがさ、どっかの現場行っても絶対会えるじゃん。あー、確かに。違う、そういう意味じゃなくてさ、自分たちがステージに戻ってきて。あ、戻ってきたい ね、 ね。 あなたのここに戻ってくる。だからね。なに、回線またやる。じゃあまあまあね、ちょっと MC 下手になったからここら辺にやめとこうか。ということで、メンバーから、1人ずつ皆さんに、向けてメッセージをね、1年振り返ってでも何でもいいですけど、この解散にあたって1人ずつメッセージを伝えていきたいと思います。じゃあ、はい、夢から。じゃあ私から、そうですね、私1年いなくて、去年の11月からステージデビューさせてもらったんですけど、本当になんか今日まであっという間で、なんか難しいなって思うこともあったんですけど、頑張れ。頑張れ。ごめんなさい。でもすごい楽しくて、本当に皆さんが応援してくれたおかげで今まで頑張ることができました。本当にありがとうございました。ももせです。まず今日はこんなにたくさんの人に足を運んでいただき、すごい嬉しいです。ありがとうございます。私は上京、名古屋、愛知県から上京してきて、初めてのアイドル活動だったんですけど、すごい、あ、ゆめちゃんと同じこと言っちゃう。なかなかうまくいかなかったり、なんか自分まだまだだなって思うところが ありましたけど、でも今こうやってなんか好きになってもらってる、好きになってくれた人がいるから、ここまで頑張れて私はすごい幸せでした。ありがとうございます。もうちょっと言う。なんか自分的にまだまだ諦めきれない部分があって、まだまだアイドル活動頑張りたいなって思うので、もしまたみんなに出会える時がありましたら、また遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、はい、あられです。1年の中で3ヶ月ぐらい休止しちゃったけど、なんかすごい、なんか忘れてなくてくれてありがとうございました。またなんか頑張りたいので、ツイッターフォロー外さないでほしいです。ありがとうございました。はい、
回戦リーダーの山下真由です。正直ちょっとなんか喋る言葉を何も用意してこなくて、ちょっと何を言ったらいいかわかんないんですけど、正直未だに実感が湧いてなくて、なんかまたステージに立ってるんじゃないかなって思ってる自分がいます。本当に頑張れ。はい、どう？あ、起きてるの？で、なんかなんだよ、まあ、1年活動してきて、まあ、デビュー当時からこう応援してくれてる人もいれば、そうじゃない人もいると思うんですけど、本当に皆さんのおかげで私たち凱旋もそうだし、私自身もここまで活動することが、はい、できました。本当に皆さんのおかげです。一時は卒業も考えたこともありました。懐かしいとか言わない、はい、本当にあの卒業、今だから言えることなんですけど、言っていいのかな、これね、本当にやばい爆弾発言なんですけど、本当に時効です、まあ、時効なのであの許してください。あの本当に卒業公演の日程を決めるとこまで行ったこともありました、実は。でそれをセイナにまず先に伝えたら、めちゃくちゃ号泣してくれたことを今でも覚えてます。言わないでよ。めちゃくちゃ私の隣で号泣してくれたことを覚えてて、なんかそれもあったんですけど、まあなんかいろいろあって撤回して今ここに立ってるって感じなんですけど、何をかな、本当に、私自身この後の進路とか予定何も決まってないんですけど、またこうしてステージに戻ってこれたらなと前向きに考えております。はい、なのであられと被っちゃうんですけど、ツイッターのフォローは外さないでください。私も言えばよ。今言っときます。私も外さないでください。私もね。最新公式ツイッターなくなるかもしれないけど、メンバーのツイッターに残るので、はい、あの温かい目で次の報告を待ってくれてたらなと思います。まあ、リーダーとしても活動してきたんですけど、ね、私も活動休止というか、なんかお休みいただいたりしてて、すごいリーダーとしてはなんかね、不在ないリーダーだったと思う、なんか日本語合ってるこれだと思います。でも本当にね、メンバー、このメンバーと一緒に活動できて、この1年間本当に私は楽しかったです。またどこかで会えたら本当に覚えててほしいです、皆さん。本当に皆さん、なんかまとまりない文章になっちゃったんですけど、皆さん本当に今までありがとうございました。泣かなかった。はい、そして、次が凱旋最後の、本当に本当に最後の曲になります。最後の曲は、私たちが一番最初にもらった曲で終わりたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。ちょっと待ってください。はい、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 ファンの方々からプレゼントがあるので、ちょっと最後の1曲の前に渡したいと思います。私たちが手を取るんですか、これは。ん、どうしましょう。めっちゃ涙。今涙。では今から写真タイムということで。はい、みんなカメラ構えて、はい、最後の私たちを写真に入れてください。すごい、こんなカメラが向けられるとこない。
かもうち撮影きなんか撮影 OK だけどあんま撮影してもらえないからたまに上げてくれるとすごい嬉しいですよ ねなんか YouTube とかにねなんか載ってるからあの凱旋忘れないでね本当に本当にねあれね上げてる人もしここにいたら消さないでね恥ずかしいけど消さないでね本当にありがとうございます。え、これさ、運営さん、なんかお客さんと撮るとかないですか？あ、来た。え、最後の1曲やる前に撮るのね。一回戻して、一回、あ、歌って、最後に撮る。あ、はい、分かりました。最後に撮るらしいです。一旦お願いします。これ持って歌いたい。なんだよ。腕の筋肉。振り付けだからダメよ。皆さん本当にありがとうございます。まさかこんなね、待ってる、泣いた。違う。はい、じゃあ、仕切り直すということで、最後の曲、聴いてください。流星。
皆さんぜひ来てください。挨拶しようか。あ、置けます？はい、置けます。